はい、すみっこ暮らし、すみっこパークへようこそ。いや、すみっこ暮らしあんまよく知らないんですけど、まあ人気あるじゃないですか。だから勉強した方がいいのかなと思って、今日はこのゲームをやってみようと思います。はい、よろしくお願いします。本当に何も知らないんでね、名前とかも全然知らないんで、じゃあボタン押してね。はい、あ、寝てる。え、こいつらってまず何なの？すみっこ暮らしっていうのは何なの？まず生き物なのは分かるんだけど、家にいるわ。結構広い家に住んでるの。うららかな日差しが心地よい昼下がり、すみっこたちはみんな仲良くお昼寝。あ、すみっこっていうんだ。みんな幸せそうですね。すみっこっていう種族なんだね。ハムチャンズみたいなのも。え、なにこれ、怖っ。え、いや、待って、え、連れてかれてる、どっかに。いや、高っ。すみっこたちはどこへ。え、ちょっとなんか強制労働とかさせられんじゃないのこれ。大丈夫？どこ連れて行かれてんのマジで。え、もう国外行く規模じゃないこれ。すげえ空の上まで行ってんじゃん。遠くの方に何か見えてきましたよ。え、寝てる間に連れてかれるって怖すぎるだろ。水曜日のダウンタウンかよ。あ、なんか見えた。わあ、何これ。え、何見えてもわかんないんだけど、何これ、本当に何これ。おお、いや、酸素薄くない、ここ大丈夫めちゃくちゃ上空 3000m とかじゃないここ。いや、気圧差で大変なことないそうだけど、大丈夫なんだ。人間じゃないからなこいつら、多分気圧差とかに耐えられる種族なんだ。お、目覚ましてる。いや、マジやられてることクロちゃんだよこれえ、目開いてるよねこれ。あ、え、ここどこ？いや、日本語喋るんだ。あ、そうなんだ言葉を介するんだこいつら。お、なにこれ、すみっこパーク。いや、怖い、なにこれ、勝手になんか作られてんじゃん。え、怖っ、なに自分たちをモチーフにしたパークに知らない間に連れてこられる。皆様、すみっこパークへようこそ。このパークはどなたでも無料でご入場いただけます。わあ、ちょっと待って、注文の料理店じゃないのこれしかもパーク内にある全てのアトラクション遊び放題。もちろんお題は一切いただ…いや、怪しいいや、めっちゃ怪しい文言じゃない。デスゲーム始まんじゃないのかこれ。エアポーカーやんじゃないのこいつら今から。ただ本当かな。あ、一番左のやつは怪しんでるわ。パークで遊ぶとご褒美にすみっこインが出たこの施設でしか使えない通貨出た。ショップでお買い物するときに使えるんだ。いや、このすみっこインを奪い合うんだろう今から。かけて、そしてなんとすみっこインをたくさん集めると素敵なすみっこに行けるチャンスもございます。どうぞチャレンジしてみてくださいねなるほど、一番すみっこイン集めたやつだけがもう生き残れるんだ、その素敵なすみっこに行くことができてなお、当パークではじっくりすみっこイン集めをするお客様のために素敵なお家をご用意いたしましたまずはお家で一休みなさってはいかがでしょう。あ、ちゃんと宿泊施設もあるんだ。いや、マジデスゲームの導入じゃないめちゃくちゃいや、すいませんね、なんかそういう世界観じゃないっていうのは分かってんだけど、漫画脳ですいません。これからどんな冒険を待ってるんでしょうね。では一緒にお家まで行ってみましょう。行くか。じゃあすみっこイン集めたらいいんだ。お、来た。いや、こいつらって結局な、こいつ何、左から2番目のこいつ何なの。いや、他は大体モチーフわかるんだけど、いや、左からこれ鳥でしょ、で真ん中多分これ熊かな、熊、猫、恐竜でしょ。これ茶色いやつ何なのこれ。こいつマジ何、こいつだけモチーフわかんないんだけどえ、こんな生き物いる、モグラ？こいつだけなんかいたんじゃない。あ、でも隅っこに集まってるわ。あ、やっぱ隅っこ暮らしだから隅っこに集まる習性があるんだ。あ、え、どうしたん。あ、こっち見てる、隅っこイン。あ、そうだよ、集めないと。そうそう、隅っこインでお買い物できますよね。
お部屋の家具などはこれで揃えられそうですね。あ、なるほどね。隅っこいんで家具とか買えるんだ。パークに行ってみましょう。おお。行くんだ。いよいよゲームが始まるのか。こいつらの。お、まずはお出かけを選んで隅っこパークに遊びに行きましょう。あ、なるほど。お出かけでいいんだ。なんかスマホゲーのチュートリアルみたいだな。他のは選べないんだ。じゃあお出かけ。おお。隅っこパークにはいくつかのエリアがありますが、ワイワイパークエリア。あ、そう、なんかね、ざっくり言うとスゴロクゲーらしいんですよこれ。まずはワイワイパークエリアで遊んで隅っこパークを楽しみましょう。平均プレイ時間15分。あ、いいね、ちょうどいい時間だな。15分ぐらい。はいはい、プレイヤー人数ね。じゃあ俺1人対コンピューター3人で。うん、桃鉄的なマリオパーティー的な感じかな。一緒に遊びに行く隅っこを選びましょう。とんかつ。ちょっと待って、とんかつだったのこいつ。いや、おかしいだろ、とんかつ。一人だけ死んでんじゃん。死んでるっていうかな、調理済みじゃんこいつだけ。え、ペンギンにハテナが入ってるのもよくわかんないな。まあ、とりあえずお任せで。あ、猫になったわ。あ、はいはい。じゃあ、いや、とんかつ入れたいな。とんかついてほしいわこいつ。いや、すげえセンスだなこれ。じゃあトカゲ。どっちでもいい。いや、まあ、ペンギンにしとくか。じゃあ、いや、これ一人余んじゃん。白熊かわいそうだな。5人で遊べるようにしてやれよ。いや、とんかつを入れるセンスすごいね、このラインナップで。すげえな、隅っこ暮らし。とんかつはロックだな。隅っこパークへようこそ。隅っこパークには仕掛けの違う4つのエリアがあります。パークの中を移動しながらミニゲームで遊び、ご褒美の隅っこに集めてゴールを目指しましょう。はーい。あ、この中で集まるんだ。隅っこインを最も多く集めた隅っこが優勝です。わかりました。マリオパーティーみたいだね。ゴールでは優勝の他にもいろいろなご褒美が待っているので、最後まで諦めないで頑張りましょう。はーい。この手がさ、おっぱいみたいに見えるな。ではサイコロ振る順番を決めましょう。オッケー。いや、マリオパーティーだね。コイン集めたやつが勝ちなんだね。ほいほい。ああ、これはランダムなんだもん。あ、俺1番。これ猫1番。なるほどなるほど。オッケーオッケーオッケー。いや、これ順番とか関係あんのかな。やっぱ先に動けるやつの方が有利なのか。はーい、じゃあ猫から行くぞ。俺だな。行くぞ猫、頑張るぞ。はいはい、マップを見るもできるんだね。じゃあどうしよう。マップ見てみる。はあ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 。あ、ミニゲームとかをマスに止まったらできるのね。オッケーオッケーオッケー。まあ、とりあえず振ってみよう。おい、2。しょぼー。しょうもねー。いや、なんで全員ついてきてんだよ。これ一人ずつじゃないの？あ、全員ついてくんのこれ。あ、それ意味ある？これ。競争になる？全員ついてくんの。おかしくね？あ、6。いや、全員ついてくんのおかしくない？いや、これ差つかなくない？何これ。あー、早送りできるわ。いや、なんかそういうもう令和のなんかみんなに順位はつけないみたいな風潮なのか。あー、ミニゲームはちょっと、あ、ミニゲームの勝敗で順位がつくのかな。はい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 、なるほど。マリオパーティーだね。ミニゲームの順位がいいとたくさんコインがもらえる。豆マスターのぐるぐるコーヒーカップ。おー、はいはいはい。あ、マリパだな完全に。面白そう。あ、回すのか。はいはい、オッケー。簡単だな。これ勝敗はどうやってつくの。コーヒーカップをたくさん回転させよう。まあやってみる。これ勝ち負けはどうやって決めるの。あ、始まった。ジョイコン縦に持ってで、あ、オッケー。回したいの？回したいんだよね。2、1。あー、しんどいこれ。ちょっと待って。あー、よし。いや、これ勝ち負けは何なの。なになになに。あー、回転数ね。あー、よかったよかった。びっくりした。俺だけ疲れ損かと思った。あ、これはさすがに順位つくんだな。はい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 。あ、はい。ちょっと待って、手首つりそうになった普通に。
あ、やった、コイン5枚。なるほど、そういうことか。ミニゲームで勝つのが重要だな。やったー、5枚ゲット。俺1位だな、今のところ。猫1位。あ、とんかつ来た。とんかつ頑張れ。とんかつってこいつだけ死んでんだ。生き物じゃないんだよな。頑張れ。いや、そういうあだ名なのかな。とんかつっぽいからとんかつっていう名前なのかな。本来は違う生き物なのかな。ペンギン。え、こいつもハテナついてるってことはペンギンじゃないの。ところどころ闇があるな。なんかそういう怖い部分がある。おいち。あ、ミニゲームじゃん。いや、喜んでる。あ、2対2ミニゲームだって。チーム戦もあるんだ。え、ドイツとチーム？俺。チームを組んでミニゲームで遊ぶ。1チーム目はトカゲさんとペンギンさんです。あ、じゃあこいつトカゲだったの？猫さんとトンカツさん。おぉ、トンカツとチームじゃん。よし、頑張ろうぜ。え、何すんのこれ。お、プニットタピオカキャッチ。まあ、何それ。今時のミニゲーム始まった。タピオカ。ああ、はいはい、なるほど、移動ね。上から降ってくるタピオカをコーンの上にたくさん積もう。オッケー、わかった。いや、これはわかりやすいな。タピオカいっぱい積んだ方が勝ちでしょ。何これ。あ、すごい、導入がある、ちゃんと。おお。横持ちね、オッケー。よーし、行くぞー、取るぞー。3、2、1、スタート。どこだ、どこだ、どこ。影？あ、影ある、ここだ。よし。あ、てか、タピオカってこいつらなんだ。ちょっと、ほら、あ、こいつらタピオカだったの。あ、そうなんだ。いや、なんか、隅っこ暮らしたちの、なんか、しもべみたいなやつだろうと思った、これ。ね、下級隅っこたちなのかと思った。タピオカだったのか、こいつら。待って、これむずいんだけど、めっちゃ。ちょ、待ってよ。かいかい。とんかつどけ。こいつチームだ、でも。ちょ、おい。いいぞ。え、めっちゃ積んでない、俺。俺一番強くね。おい、とんかつ、お前向こう行けよ。俺左サイド行くから、お前右サイド行けよ。そうそうそう、離れて離れて。ちょ、やべ、やべ、やべ、ちょっと待って。いや、とんかつ動けよ、お前。とんかつ頑張れ。とんかつ。おい、頭に当たってんじゃないか。いや、ちょちょちょ、いや、これ俺一番だな。え、めっちゃ積んでるよ、俺。とんかつどんぐらい積んでんの、俺。とんかつもっと頑張れ。とんかつ邪魔なんだよな、絶妙に。よし。あ、もう一個積みたい、もう一個積みたい。え、え、あー、終わりか。いや、まあまあまあ、俺が一番積んでるけどね。あ、でもすげえ、とんかつも結構積んでたんじゃん。え、これチーム戦の意味ある？チーム戦じゃない方が面白いんじゃないか。え、勝ちました。あ、やったー。え、なんかこれでとんかつも同等のコインもらえるのなんかやだな。ほぼ俺の功績なのに。まあいいか。タピオカ。あ、俺のターンだ。俺のターン。なるほどね。その食べ物たちにも命が宿ってんのね。タピオカがいるってことはそうか。とんかつもいておかしくないわ。そういう世界観なのか。なるほどな。あ、これコインもらえるの普通に。あー、はいはいはい、こういう感じでもらえる場合もあるのね。勉強になるわ。さあ、トカゲ。全然トカゲ感、まあトカゲっちゃトカゲだけど、恐竜の方がしっくりくるけどな、これだったら。うん、トカゲ4 4 2。あ、ミニゲームじゃん。いや、ミニゲーム結構楽しいね、これ。いいね。あ、遅れてついてきてる。あ、ちょこちょここういう演出も入るんだ。みんな遅れちゃうみたいな。なるほどね。よーし、やるぞ、ミニゲーム。ワイワイ、めっちゃ面白そうなの来た。ワイワイスミッカ。なにこれ。超面白そうじゃん。移動連打で出しよう。はい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 。サッカーボールを星が出ているゴールに入れよう。星の色で得点が変わるよ。なるほどね。青は1点、黄色が2点、赤が3点。レインボーボールで得点を決めるとボーナスがつく。なるほどなるほど。よーし、行くぞ。いや、今んとこミニゲーム無敗だからな。俺と猫ペアは。よーし、決めてやるぜ。ラフプレイ上等。おら、どけ。あー、じゃあなんだこれ。あ、え、天、俺に入ってねえじゃねえか。おら、よし、オッケー。ちょ、やめろ。あー、くす。いや、これ初期位置だな。ボールの初期位置が。よし、オッケー。なお、最後にボールに触れてたやつの点になるんだ。わへへへ、よしよしよし。触んじゃねえ、とんかつ。あ、やばい。
どうしよう、かけかけかけ、横取りした得点を。よこせ、おら、よし、うら。おい、どうした、それがユースの実力かよ。だら、泥臭さが足りねえんだよな、ユース出身にはよ。おら、よしよしよし、さあ。死んでもボールに作られて、レインボーボール来た、だっしゃ。いや、もうダブルスコアついてんじゃん。おい、トンカツ攻め、それ触んじゃねえ、くそ。譲れねえ、オッケー。あー、くそ、あー、やばい、結構、いや、でもまあ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 、よっしゃー、俺の勝ちー。弱え弱えな、お前ら。タピオカ落ちすっか、あ。あの下級隅っ子どもと同じになりてえか、そんな不甲斐なさでよ。俺を熱くさせてくれる隅っ子はいねえのかよ、この3人の中によ。2、1、あ、これ何、これはなんだ、シャッフル、順番替え、あー、なるほどね、順番替え意味あるか、順番変わって。2、1、お、え、プラス6コイン、え、ちょっと待って、 6？ あ、やべえ、とんかつに抜かれた。そうそう、あ、そんないきなりミニゲーム、あ、ここで取り返す、オッケー、ここで取り返す。てめえ、俺より勝る隅っこなどあってはならねえ。ラッキーお寿司コースターなんだこれは、楽しそうじゃないか。ラッキーお寿司コースターで白黒つけようぜ、とんかつ、つかの間の天下味わっとけよ。運に任せて左か右のコースを選ぼう。はあ、運に任せる、なるほど、やってみよう。ジョイコン横、はい、オッケーです。え、なにこれ、ちょっとなんか軍艦巻きにされてんだけどいや、やっぱこいつは飯なの、飯の方がなんか主流なのか、飯隅っこの方が多い世界観なの、動物はむしろ少数派で。あ、いってるいってる、てか寿司コースターめっちゃ可愛いなこれあ、右で、あー、なるほど、ここでわかる、あー、ちょっと向こう枠が、あ、そういうことね、待てよ、右、いや、ちょ、待てよ、なんでだよ、ちょっとこっち、ちょ、やべえ、あれとんかつじゃないのか、左、あいつ、いや、とんかつ、いや、めっちゃ得点取る、やべえ、とんかつが1位になってる、やべえやべえやべえ、とんかつに負けるわけにはいかない、いや、もう完全運ゲーなんだ。あー、右、いい加減右来い、よしよしよし、やって、いや、とんかつも来てるって、やべえ、てめえは左走れよ、左車線走れよ、マジでよ。やべ、とんかつと20点差ついてんだけど、まずい、まずいぞ、これ 先読みとかできないの、見えないのかな、これ、ちょ、長くね、あ、来て、右、いや、もう右信者でいく、いや、と、あー、左かよ、くそいや、ちょ、待って、得点多いって、おい、ペンギン野郎が、いや、まあ、まあ、とんかつ以外勝つのは別に、とんかつにだけは勝たせちゃうんだよ。いや、待てよ、左、今度こそ左、いや、ちょっと右待ってよやばい、とんかつに負けたで、これどうなんの、おい、サドンデスしろ、とんかつとペンギンでサドンデスしろ、落とし合い、蹴落とし合い、足を引っ張り合い、え、これどうなんの、これどうなんの全員白目になってるえ、ちょっと待って、とんかつとペンギンの二人勝ち、これ、え、うわー、マジかー、ちょっと待ってちょっと待って、負ける、やばい、とんかつに負ける、やばい、ミニゲーム勝たないと、いや、今運ゲーに持ち込まれたらそんな無理だわ、ちょ、待って、チャンス来た、チャンス、何、チャンスミニゲームって何、チャンスって何、チャンスミニゲーム、何のチャンス、何チャンスがあるの、取り返さないと、まずえ、チャンスミニゲームでは皆さんの隅っこに集めてミニゲーム、おお、来た逆転チャンス来た、なるほど、やろう、順位が悪いと隅っこにが減ってしまうこともあるよ、なるほどね、いいよ、全然いいよ、ここで逆転がする、うん、1位に躍り出る、再び俺が隅っこに4枚、いや、もっとがっぽりっていいよ、いや、トカゲゼロじゃねえかもよーし、オッケー、1位に、なるほど、1位9枚が、いや、これでかいな、これでかい、よし、やるぞ。
ベンチで一休み。任せろ。ベンチが空いたらダッシュで座る。なるほどね。そういうことか。オッケーオッケーオッケー。ボタン押したらいいのね。なるほどなるほど。よーし、反射神経か。いいぞ。やるぞ。とんかつには負けない。とんかつにさえ勝てれば、それでいい俺は。1回目。集中。え、これって。あいつ動くんじゃない？動いた！あれ動けないの？あ、フェイント？あ、そういうのもあんの？え、てかなんだろう、真ん中が開かないとダメなのかな、これ。真ん中が開かないと座れないのか？あいつ降りた。え、ダメなの？え、ちょっと待って、あ、ベンチの前からどかないとダメなんだ。なお、そこまで待たないといけないんだ。そういうことね。オッケーオッケー。あいつ。ここ、よし！いや、何これ。いや、ちょっと待って。あ、でも、トカゲが今一番なのか。いや、まあ、トカゲな、ゼロコインだからな、今。まあ、トカゲが勝つのは別に俺にそんな影響ないんだけど。お、トンカツ、お前手堅くいくなぁ。トンカツ5点か。なるほど、2回目ね。あー、ちょっと待って、遅かった。いや、これめっちゃ簡単じゃね？いや、もう。いや、もう最下位争いじゃないか、これ。あー、オッケー。なるほど。終わった。いや、めっちゃ簡単だったんだけど。いや、余裕の1。やった。え、これどうなる？これどうなる？最終的にどうなるこれ。ちょっとー、並んでる。あー、てかゴールじゃん、もう。え、これで終わり？え、2トップで終わり？俺ととんかつの。え、マジ？ 2出た。え、これゴール？え、戻っちゃうのかな？余ったマス分戻るとかは。あ、ないか、ゴールか。え、ゴールした、やった。え、これで終わり？じゃあ。お、最後のミニゲーム、なるほど。いいね、熱いね。このミニゲームで1位になると、たくさんのスミッコインがもらえますので、大逆転するチャンスですよ。なるほどね、いっぱいもらえるんだ、最後。いや、ここで勝ったやつがおそらく、このゲームの勝者になるな。はめ込みら、プラス10枚、これでかいぞ。何、はめ込みランチボックス。連打でダッシュ A だ、ハマる。ランチボックスの隙間が空いたらダッシュでハマろう。星の色で得点は変わるよ。ほー。ダッシュでハマる。なるほど、やってみよう。こいつらやっぱ積極的なんか食材になりに行くな。やっぱそういう世界観なんだな。動物の方が少数派か。マイノリティの世界なんだ。よし、行くと。最終決戦。1回目。食材が空いたら。あっ、とんかつだった。やべ。おら、よし。あ、星の数で点。なるほどね、俺の方が。なるほど、俺が2点か。オッケー。今んとこ俺の方が1点リードだな。てか、なんだこの世界観。あー、トカゲさん決定。いや、まあいい。あの、とんかつが1位にならなければいいんだ。とんかつの1位を阻止しないといけない、俺は。そして俺が1位にならないといけない。よし、行くぜ。どこだ。ポテサラ、まずい。ダークソペンギンやろ。いや、まだある。なんで。いやー、まずい。とんかつ、てめえ、やめろー。くわ、くそ。やべ、あと1点しか残ってないじゃん。あー、ちょっと、くっそ。俺3点、とんかつ4点か。ラスト。いや、ちょっと待って、マジで。はっ！くっ！やった！あー、まずい !1 点だ！ちょっと待って、まずい。やめろ、トンカツ最下位になれ、トンカツ最下位。よっけ、ペンギン、はまれ。おっけ。で、トカゲ勝て、トカゲ頑張れ。トカゲ、そっちじゃない。はぁ、トカゲ、ちょ、いや、トカゲ、やめろ、あー、やめろ、あー、くわー、とんかつこいつ。ちょ、負けたんだけど。嘘。あ、なんかあんだ。あ、マリオパーティーの、あの、最後のやつ。最後の、めっちゃもらえるやつ、最後の。なんか、ショーで。やった。
待って、今何点差？俺とトンカツ何点差今？10枚 ?5 枚 ?5 枚ぐらい差があるのか今。それでは、うん、たくさん遊んだでしょう。この章は一番たくさんミニゲームのマスに止まった隅っこよく。いや、これ俺じゃねえわ。絶対俺じゃねえわ、これ。いや、トカゲあたりじゃね？トカゲとか、じゃね？あ、トカゲとペンギンダブル。いや、これ怖っ。いや、これさ、トンカツ来たらもう終わりじゃん。トンカツ受賞したら終わりじゃん。いや、やめて。何章があんのあと。カラッと上がってるでしょとか、やめてよ。いや、トンカツ来んな。続いての章は、たくさんコインを失った。いや、トカゲだろ、これは。いや、一回ゼロコインになってたもん、こいつ。いや、絶対トカゲ。絶対トカゲ。マイナスでしょ、トカゲ。な？だよな。いやー、ちょっとマジ、俺来ないかなー。なんか受賞してくれ。頼む。よく声出てたでしょ、とか。めっちゃ叫んでたでしょ、くれ。ゴールした。あー、これ俺だ！ゴールしたの俺です。ゴールしたでしょ、俺です。ちょ、めっちゃくれ。10枚くれ。10枚ください。よし。10枚。いや、もっとくれよ。いや、10枚くれよ。おい。え、で、え、終わり。いや、終わったっぽい。まずい。いや、これ最終結果の発表です。いや、これやばい。負けたんだけど。ちょっと。おい、こんなさ、こんな女児向け、女児男児向けゲームで負けるってある？ CPU に。マジかよ、ちょっと。なんかもう自信なくすんだけど。え、なにこれ、ご褒美ルーレット？あ、なんかあるんだ。ああ、ありがとうございます。わあ、ちょっと。ああ、なるほどね。なんかもらえんだ。家具とかが。え、じゃあ一等狙うか。せっかくらしい。ほい。ああ、やった、一等だ。くそ、めちゃくちゃ悔しい。ちょっと、マジで負ける？いや、マジ接戦で負けたのすげえ悔しいんだけど。マジかよー。弁当のやつもう一回やりてー。お楽しみ。隅っこ診断。これ何？隅っこ診断とは。一人で隅っこ診断。あなたと最も相性のいい隅っこを診断。なにこれ？面白そう。やってみよう。あなたはどの隅っこタイプ？相性の良い隅っこが見つかるんだ、これで。みんなでいる時間が好き。どうかな。まあ、イエスかな。うん。いや、一人も好きだけど、全然みんなでいるのも好き。はい。割とね、普通にね、飲み会的なのは好きだよ。次。これ何問ぐらいあるんだろう。予定を立てるのが得意。どうかな。なんか夏休みの予定みたいなのは絶対無理だけど。まあ、ノーかな。まあ、ノーだわ。得意ではないわ。うん。予定を立てる。予定の通りに行動するのが苦手かな。うん。とんかつきたわ。得意なことがある。ああ、ありますね。モノマネ。モノマネ得意ですね。これ何問ぐらいあるんだろう。結構ありそうだな。何でも器用にできる。あー、どうかな。まあ、スポーツ以外なら割とできる方かな。うん。スポーツはマジで無理だけどね。スポーツ以外であれば。でも結構効くな。結構効くな。トカゲね、こいつ、トカゲ。どちらかといえば前向き。ああ、まあ、どちらかといえば前向きですね。うん。これはイエスかな？イエス。ぼーっとすることがある。スマホ見ながらぼーっとするのって含まれるかな？それ含まれんならあるかな？スマホ見ながらぼーっとしてるときあるね。マジ多いな。こいつ何？こいつ初めて見たんだけど。リボンついてる。ご飯を食べるのが好き。好き。
最近もうご飯食べるのぐらいしか楽しみかな日常生活なの。悲しい感じ。あ、タピオカだ。あ、なんか下級隅っ子たちになってきた。どうも人見知り。あー、これはイエスですね。もう考えるまでもなく人見知りですね。はい、イエスです。多分今こうして画面越しに喋ってるからできてるけど、多分実際これ隅っ子たちも目の前にしたら俺まともに喋れなくなるから。自分に自信、あー、まあないことはない。うん、ある部分ではあるし、ない部分ではない。うん、まあみんなそうだと思うけどないことはないです、自信が。雨の日苦手。あー、いや俺偏頭痛なんだよね。気圧で偏頭痛出るから苦手だな、雨の日。あ、終わりかな。あー、最後だ。いや結構聞かれたな。あなたと最も相性の良い隅っこは。はい。え、なんかいっぱい出てきた。どっち？え、こいつ？あ、違うんだ。違うのかよ。フェイントあるんだ、これ。え？え、とんかつ？あ、ね、猫？違う。え？ちょっと、前来たよ。え？いや、お前かい！あ、とんかつ。まあ確かにね、印象に残った、一番印象に残ったお前が公的主と書いて友と呼ぶみたいな。うん、なんでとかは出てこないんだ、理由は出てこないんだよ俺。あ、そうなんだまあとんかつと相性がいいと俺は。あ、よかった。うん、俺もとんかつ結構好きになったよ今回ので。うん、いや意外と面白かったこのゲーム